はい、どうも皆さん、こんにちはでございます。とりあえずね、呪術廻戦もっとやっていきたいと思います。というわけで、前回はこの服装からもわかる通り、高場のね、術式をやってみました。いやー、これね、撮ってる時もまだちょっと27巻読めてないんで、ちょっと早く読みたいんですけれども、今回はね、何の術式をやっていくかと言いますと、最近追加された、この、はかりきんじのね、術式やっていきたいと思います。あとね、後半にはかしももやっていきます。とりあえずもよろしくお願いしまーす。というわけで、まずははかりきんじを選択して、はい。はかりきんじの術式になることができました。はかりきんじのね、術式選択することで、髪型と制服とかがね、支給されます。まあね、装着するとこんな感じの見た目となりますね。やっぱフードがね、こんな感じで特徴的ですね。で、はかりの使う術式が、この飛び蹴りと保留玉、シャッターと、領域展開、座殺爆刀です。ではね、飛び蹴りは、こう、貯めることができて、実はね、前回の高場の術式にもあったんですが、まあ、それと一緒ですね。続いて、保留玉。これ、保留玉を使うことで、こんな感じでね、保留玉ってやつを、最大ね、4つまで持つことができます。そして、続いてのシャッターというね、術式なんですが、まあ、これはね、テイト。はい、こんな感じで、シャッターをね、出すことができます。これね、保留玉使うことでも、同じね、はい、こんな感じで。同じね、術式になります。ではね、領域展開、座殺爆刀やっていきたいと思います。座殺爆刀はね、まあ、やっぱなんか敵がいた方がいいんで、行きましょう。上後をね、出してやっていきたいと思います。というわけで、領域展開するとね、こんな感じの見た目となります。はかりはね、まあめちゃめちゃ強いので、こんな感じで上後をね、領域も押し返しちゃいます。そして、この保留玉を使うことで、こんな感じでね、演出が始まります。演出、今の頭外れかな？はい、こんな感じで。シャッターやることで、こんな感じで始まって、あ、こんな感じでね。まあ、ずっと外れですけれども。こんな感じで。お、これ揃いましたね。はい。こんな感じで、偶数でね、揃いました。まずね、揃ったことによって、このジャックポットっていうやつね。はい、これ1分間不死身になります。で、偶数で揃ったんで、次、うるせえ。偶数で揃ったんで、次、領域展開した時、時短というね、はい、ものになります。これ何かっていうと、スロットのね、演出が短くなるっていうやつですね。さあ、このジャックポット中はね、反転術式を自動的に使って、めちゃめちゃ回復してくれるんですよね。なんで、もうほぼほぼ無敵っていう感じになっています。ではもう一回ね、領域展開やっていきたいと思います。はい、時短って書いてますね、これ。これやることで、短くなります。はい、こんな感じで、めちゃめちゃね、短いですね。よいしょ。はい、こんな感じで、もう一回時短ですね、これ。これで、こんな感じでね、確変って書いてますよね。これで、確変になります。確変になると、この疑似連ってやつが追加されて、こんな感じでやることによって、でんと。ですが、これは壊れてしまいます。1、2回目は、こんな感じで、壊れる演出が出ます。パリンと。で、この3回目で必ず当たるようになっていますというね、こういう感じでございます。これが疑似連ですね。では、続いて、カシモのね、術式やっていきたいと思います。カシモを選択することで、カシモのね、衣装をゲットすることができます。あ、なんかちょっと可愛くね、これ。で、もう一個ね、この匂い棒ってやつをね、ゲットすることができます。まあ、ずっとね、これをね、持って戦ってますよね、カシモは。で、カシモの使う術式なんですが、この稲妻と音量上げろ。術式解放、幻獣、琥珀のね、この3種類ですね。この稲妻っていう術式は、こんな感じで海でね、使うことによって、電流がね、流れます。で、しかもこれずっとね、使うことによって、こんな感じで大爆発が起きるっていうね、そういう感じとなっております。カシモの術式につきまして、1点補足したいことがあります。この匂い棒をね、こうやって刺すことができて、この状態で稲妻を使うと、こっちのね、この匂い棒に向かって撃つことができます。それだけです。そして続いてのこの音量上げろってやつは、これ使うことによってね、ゾーンに入ることができます。これはね、黒線出した時に入るやつとなって
おりますね。で、術式解放、幻獣琥珀で、こんな感じでね、幻獣琥珀こんな感じになることができます。これね、呪力がどんどん減っていって、これがゼロになると死んでしまいます。が、消費呪力、この100のアを使うことで、お、待って、これ普通に死んじゃうかね、これ。全然。普通に死ぬ、普通に死ぬ、これ。これね、アを貯めることで、こんな感じ、あれ。まあ、衝撃波をね、出すことができるっていうような、そういう感じですね。この電磁波もね、まあ似たようなもんですわ。でーんと、こんな感じでね。まあ、衝撃波が電磁波になったぐらいの違いですね。はい、こんな感じでね、即時にしてしまいます。これがね、貸し物、幻獣琥珀というやつになっております。というわけで、今回は、はかり禁止と貸し物ね、二人の術式やってみました。いやね、はかりのね、やつめっちゃおもろかったね。あとね、カシモもね、必ず死ぬっていうね、多分縛りを受けて、あれ、幻獣琥珀になってると思うんで、ちょっとね、まだ見れてないからわかんないけど、まあね、幻獣琥珀めちゃめちゃ強かったです。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回もお会いしましょう。バイバイ。限界まで走り続ける、あの時の気持ちはどこに、現代社会の崖が崩れ落ちて、僕は今どこに